ニュースマグビです。新型コロナウイルスの影響でテレワークが広がり、在宅でウェブ会議をするケースも増えています。ところが金融会社勤務の20代女性が気持ち悪い経験を明かしました。女性はウェブ会議の時にネット上に自身の部屋が映り込んだ際、男性社員から部屋をもっと見たいな、最寄り駅どこだっけなどというセクハラまがいの言動をされたそう。さらに家ではそういう服装なんだとも言われたそうで、自宅でもビジネスカジュアルの服装にしたとのことです。ニュースマグビ